リラク屋の花澤です。本日はこのテニスボールを使って骨盤の恥骨ですね、恥骨高を矯正します。で、下半身のシェイプアップを測る方法をご紹介します。恥骨矯正を始める前に恥骨はどこにあるのかをご説明します。恥骨はこれですね。ここでこうやって指を下げていくと、ここに引っかかりが骨に当たると思いますけれども、これが恥骨なんですね。で、この恥骨が出っ張った感じがあれば恥骨高と打っていいと思います。なぜ恥骨高になってしまうか、原因としては骨盤の後傾、骨盤がですね、後ろに倒れてしまっていると、恥骨が出っ張ってくるんですね。で、なぜ骨盤が倒れてしまうか、多いのがですね、このような浅く座る座り方、そして腰が丸くなる猫背、こういうふうな方が恥骨高になっています。こういう姿勢を取られる方は恥骨高にとてもなりやすいですね。そして恥骨高で何が困るかというと、特に女性に問題なんですけれども、妊娠中や出産の時に、苦痛が大きくなると言われています。実際に疼痛が、恥骨痛が出る方も、いらっしゃいます。で、そういう場合に予防改善のために行う恥骨の矯正というのは、効果的なんですね。ちなみに前回この大天使の出っ張りを引っ込めるという方法をご紹介しましたけれども、なぜ大天使が外に開いていってしまうのか、出っ張ってしまうのかという理由としては、骨盤が開いてるんですね。このようにですね、足を組むという動作をされていると、こう外に向かう力が強くなる、内転筋をですねしっかりと働かせているとバランスが取れて、内転筋っていうのはこの内側の足を締める筋肉ですねがしっかりと働いていればですね、骨盤が開いてしまうということがないんですけれども、こういうような外に開く動きを癖づけていて、内側の筋肉をあまり使わないっていうふうになってしまうと、骨盤が外へ外へ、大天使が出っ張ってくる、横脚になるという原因になります。やはり座る時はこういうふうに浅くしたりとか足を組んだりというふうにしないでですね、なるべくこの足の内側をしっかりくっつけるようにして、それと腰椎のカーブを作るようにして、お尻をしっかり突き出すようにして、そっと座るようにしてください。ドスンと座るとですね、尾骨の損傷が恐れがありますので、なるべく特に女性は骨盤が歪みやすくなっていますので、しっかりと気をつけて、丁寧にいい姿勢で座るようにしましょう。では実際に矯正を行っていきますね。矯正といってもですね、ボールを恥骨より少し上に当てるんですけれども、この部分に当ててうつ伏せに寝るだけです。3分から5分程度、寝ているだけで自然と、調整が引っ込んでくるんですね。で、7センチ程度のボールを使うようにします。これ少し7センチよりも小さいんですけれども、体が華奢な方は6センチより、体が大柄な方は8センチよりということで、7センチを目安に体が小さい方は少し小さめ、大きい方は少し大きめという形で使うようにしてください。で、この恥骨部分がここですので、少し上、この辺りですね。おへそがここら辺ですね。この辺りということで、当てがってこのように寝ます。でこれが当たって痛いというふうに感じるようであれば、このようにタオルなどを敷いて少し柔らかいようにして調整して、このようにしてください。寝てください。3分から5分程度、このようにうつ伏せで寝て過ごします。たくさんやればいいというものではありませんので、1日1セット時間を守って行ってください。今回は自宅で手軽に簡単にできるようにということで、矯正法をご紹介しましたけれども、リラクヤでは、恥骨部分を直に触っていくということは行っておりません。骨盤矯正は行いますけれども、後ろ部分とか横の方からやっていくという形で、正規周辺には、手が当たらないように施術を行います。性的な行為は一切行っておりません。誤解を招くようなこともしておりませんので、ご理解お願いいたします。以上です。ありがとうございました。